ハーバート・ソベルは、アメリカ合衆国の軍人。第二次世界大戦中、アメリカ陸軍第101空挺師団第506、不評連隊、第二大隊 E 中隊を指揮した。ソベルは、イリノイ州シカゴのユダヤ人家庭に生まれた。インディアナ州の寄宿制私立校、カルバーミリタリーアカデミー、イリノイ大学を卒業し、医療品の販売員として働いていた。 第二次世界大戦勃発の直後に空挺兵に志願して少尉に任命された。中尉に昇進したソベルは第506不評連隊 E 中隊の隊長となった。ジョージア州キャンプタコアでの中隊の基礎訓練すべてを指揮し、E 中隊を第506不評連隊最上の中隊に鍛え上げたと評価された。ソベルはこの訓練指導の能力を認められ大尉に昇進した。 ノルマンディ上陸作戦の直前、英国での訓練の後、ソベル大尉は、E 中隊の隊長を解任され、チルトンフォーリアットジャンプスクールに転任させられた。トーマス・ミーハン中尉が、公認の E 中隊隊長となった。ソベルは、E 中隊が、マーケットガーデン作戦に参加する、少し前に、第506連隊に再配属された。サルベマシソンの公認の兵団士官として出会った。 第二次大戦後、合衆国に戻り電気メーカーで会計係として働いた後、朝鮮戦争に招集された。その後陸軍州兵に止まった。最終的な階級は中佐。結婚し二人の子をも受けたが、やがて離婚して子供たちとも連絡を取らなくなり一時消息がわからなくなった。1980年代後半、ソベルは小口径のピストルで拳銃自殺を図った。 弾丸は、左の米紙から、眼球のすぐ後ろを貫通し、反対側の米紙から抜け出た。ソベルは、一命は取り留めたものの、視神経を損傷し失明した。晩年の17年間を、イリノイ州を沖岩の体役軍人紹介後施設で、過ごし、1987年9月30日栄養失調のためなくなった。強圧的な態度で、 E 中隊隊員の反感を買っていたが、そのソベルへの憎しみが、E 中隊の結束を強固なものにした。また、米国内で施した厳しい訓練が、後の欧州戦線で多くの隊員の命を救うことともなり、ソベルを憎みながらも、E 中隊を作ったのは、ハーバートソベルであると認める隊員も多い。ありがとうございます。